家康は上洛を果たした信長との盟約に従い、三河伊東への勢力拡大を画策していた。そんな折、甲斐の武田信玄より使者が訪れる。それは共闘して駿河の今川家を攻めようという誘いだった。今川家は桶狭間の敗戦以降、王子の勢いを失っており、信玄の誘いは徳川にとって渡りに船と言えた。しかし家康の妻瀬名は今川家一門の出である。駿河攻めは瀬名に辛い決断を強いることとなった。駿河侵攻。瀬名、私は駿河を攻めることにした。何ですって？駿河は今川の本拠よ。織田に寝返った挙句九州を討とうだなんて。しかし私は。なんてね。いいわよ、分かってるから。信長に三河伊東の攻略を託されたんでしょ。私は桶狭間でおじさまが死んだ時に徳川と共に歩むと決めたの。だから私のことは気にしないでいいわ。あんたは徳川のためにやるべきことをやりなさい。瀬名、すまない。そなたの覚悟を無駄にしないためにも必ず勝利してみせよ。まるっとやってやろう。軽くひねってあげるわ。家康殿、こたびの共闘礼を申す。こちらこそ。今川を討たねば三河の平穏はありません。信玄殿の助力を得られたこと幸いに存じます。駿河攻めは三河の平穏のためだと。いえ、それだけではありません。駿河進出は織田信長の盟友として果たさねばならぬ使命で。ふん。家康殿には己の野心というものがないのか。まあよい、武運を祈る。は、信玄殿もご武運を。
武田勢と共に今川を討つ。みんな進むぞ。徳川が動いた。我らも行くぞ。今川を包囲せよ。優勢とはいえ何が起こるか分からぬ。味方本陣の状況には気を配っておかねば。よく見とけよ。これっぽっちじゃ満足できねえ。このままでは今川が滅んでしまう。順調に進んでいるな。吉本港を失った今川はやはりこの程度か。開門。ここよ。やっているようだな。どれ、半蔵に恩でも売りつけてやるか。あれは三代。何をしにここへ。さすがに武田勢は盛況だな。我らも負けてはいられないぞ。今川が相手でも迷ってはダメ。私は徳川と共に歩むと決めたんだから。今は自分の役目を果たさなきゃ。よかろう。このまま包囲を進めよう。亡き吉本様のご恩に報いるは今。この命に代えても氏真様を守らん。徐々に包囲されているようだ。もうどうにもならぬのか。ここを抜けたけば拙者の首を取って行け。今川の時代は終わったの。わかるでしょ。ならば終焉まで忠を尽くすのが信たる者の役目。全く融通の利かない。ありがとう。懲らしめてあげる。に珍しき武将。開門。今川をさらに攻め立てよう。一気に終わらせて楽にしてやれ。武田にばかりやらせるかよ。徳川には俺がいるってとこ見せてやるぜ。今川一門の私が解けば心も動くはず。やってやるわ。三代何をしに参った。相変わらず愛想のねえやつだ。同門のよしみで手を貸してやろうってのよ。任せなさい。
討ち取ってやったわ。お見事にござった。急げ。終わりよ。懲らしめてあげる。お父様が亡くなって今川は終わったのよ。無駄な戦いを続けて命を粗末にしないで。徳川には瀬名様がおられる。ならば我らも悪いようにはされまい。気を示すため推参、意を知らぬ下道どもに鉄槌を下すべし。勝利条件変更。おお、まさか上杉が来てくれようと。徳川本陣をかき乱してやれ。我らの本陣に上杉勢が迫っているぞ。武田本陣も踏み散らしてくれん。我が本陣を狙いおるか。この混乱に乗じ謙信殿と合流しようぞ。開門。開門。氏真が飛び出してきたようだ。早急に追い詰めましょうぞ。敵将、呼んだ兵八がのしてやったぜ。引かせていただこう。上杉謙信、越後の軍神がなぜ駿河に。縁の大義なことだ。上杉勢を迎えて。氏真が私のもとへ向かっているか。ならば庇護せねばなるまい。そこをどけ。私は諦めぬぞ。謙信殿と共に戦うのだ。そらそら、落ち着け竹千代。三河武士の粘り腰を信じろ。そうだな平八、これ式で屈するほど脆くはない。なんとかしのげたようだ。自らご活躍とは恐れ入りますな。相手は信玄、さらなる一手を打たねばなるまい。密かに兵を進めよう。謙信ならばまだ何か仕掛けてる。小詰めを出して警戒させておけ。任せなさい。Come on.
地真様、もはや勝負は決しました。ここまでになさってくだされ、見つかったか。構わん、このまま攻め立てる。懲らしめてあげる。敵将、討ち取ってやったわ。耐えきれん、引かせてもらう。父上、申し訳ありませぬ。今川の意向、私の代でついえることに。すまぬ氏真、そなたの無念、この剣心がしかと受け止めたぞ。お、任せろ。骨がないわよね。次よ次。意地は見せたわ。もうよかろう。武田はあの上杉の攻勢にどうしていない。今は味方ながら恐ろしい相手だ。よーく見とけよ。押し返せたようだな。この間攻勢に出るぞ。奮起せよ。武田に遅れを取るな。そなたの働き頼もしい限りだ。どけどけ、邪魔する奴は叩き切るぞ。おお、何者だ。徳川にも生きのいい武者がおるではないか。この俺の後輩をつくつもりか。がのしてやったぜ。かなう相手ではなかったか。あっぱれ、我らも続け。夢が甘かったな、剣心よ。切りあだなす非道、許すまじ。今川を恐れて従っていたのみ、正当な主と認めていたわけではありません。聞かせてもらう。兵八の武勇、私には過ぎたるものだな。叶う相手ではなかったか。ここは引こうかあるまい。叶う相手ではなかったか。そらそら、なもんか。もはや今川の再起はないか。ここは引くが、いずれまた相まみえん。横槍が入ったが、片付いたようだな。勝つには勝てたが、武田や上杉に比べ我らはまだ未熟だな。セナ、辛い戦いを強いてすまなかった。辛いですって、バカにしないで。私はそんなにヤワじゃないわ。そうか、すまない。謝ってばっかり。私に同情しているの？だとしたら勘違いもいいとこだわ。私は徳川と
あんたと共に歩むと自分で決めたの。決めた以上は足を引っ張りたくないし役に立ちたい。だからこれでよかったのよ。それよりあんたは考えることがあるでしょう。この先も道は険しいわよ。セナ、ありがとう。これからも未熟な私を支えてほしい。仕方ないわね。私がちゃんと見ててあげるから、徳川の当主として立派に戦ってみせなさいね。